若宮王子若宮王子は、神奈川県鎌倉市の結比浜から、鶴岡八幡宮に通じる山道であり、同市の目抜き通りの一つ。1868年の若宮王子現在は、神奈川県道21号横浜鎌倉線の一部で、鶴岡八幡宮前から、相模湾の結比浜へと、王子は一直線に伸び、山道の延長は約 1.8km に及ぶ。 途中三つの鳥居があり、由比ヶ浜側から、一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居という。二の鳥居から三の鳥居までの間は、森土によって、王子中央部分は一段高く、その両側に包みを築いて、石を置いた歩道になっており、これを段カズという。段カズは遠近法によって、実際の距離より長く見えるよう、鶴岡八幡宮側に、道幅が狭くなっている。 1986年8月10日、鎌倉幕府の遺跡として、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つに選定されている。鶴岡八幡宮は年始に200万人もの初詣客で賑わうのをはじめ、毎年9月16日のやぶさめ神事や観光行事が多く、若宮王子は行き交う、多数の観光客が訪れる道である。 桜の名所としても有名で、沿道には、土産物店などが目立つ。画像はすべて画面奥が、鶴岡八幡宮。自称四年に、伊豆で挙兵した、源頼朝は、同年10月に父、源義朝が本拠としていた鎌倉に入り、三方を山に囲まれて、南だけ海に面した、防衛上有利なこの地に幕府を開き、都市造営を行った。若宮王子は、 呪英元年に、頼朝が、京都の須佐王子を参考にして、鎌倉の都市計画の第一歩として、また、妻、北条政子の安産祈願のため作られたものである。もともと、由比ヶ浜の近くにあった鶴岡八幡宮を、現在地の北山のふもとに移し、由比ヶ浜と鶴岡八幡宮とを結ぶ直線道路を造成して、 若宮王子と名付け、これを基軸に鎌倉の都市造営を行った。頼朝も自ら指揮するほど造営に熱を入れており、北条義時らの諸将にも土石を運ばせたと伝えられる。元来の若宮王子の幅は、数字の発掘調査の結果、鶴岡八万宮の社頭から二の鳥居までの約500メートル区間で33メートルであることがわかっている。 若宮王子最大の特徴である段カズラは、当初は鶴岡八幡宮の社頭から一の鳥居までの1300メートルにわたって作られたが、その後の地震や津波での破壊で、明治の初めにワニの鳥居から南がなくなり、さらに若宮王子を横断する JR 横須賀線の開通で一部撤去されたことにより、現在は480メートルを残すのみとなっている。王子の中央に、 ダンカズラが据えられた特殊な形状の道は、現在では鎌倉にしか残っておらず、歴史的な意義はもとより土木市場の遺跡資料として、貴重なものとなっている。1937年からは始まった鎌倉カーニバルでは、若宮王子に多数の出汁が練り歩くビッグパレードが行われ、数十万人の観客を集めた。鎌倉カーニバルは、 交通量の増加などにより1962年で中止となったが2016年から始まった鎌倉市民カーニバルが過去のカーニバルをモチーフとして若宮王子を使ったパレードを行っている。由比ヶ浜川の滑川交差点から八幡宮交差点まで全線に渡り2車線両側歩道の街路として整備される。段があるの鳥居前交差点交差点間は 段カズラ自体が、車道の中央分離帯になった歩道である。また一の鳥居も、周囲だけが、道路の中央分離帯として保護されている。神奈川県鎌倉市内の県道21号、横浜鎌倉線の道で、市の中心市街地を南北に通貫し、二の鳥居前は、鎌倉駅にほど近いところに位置する。沿線近郊は、豊かな自然と史跡が数多くあり、鎌倉は、 鶴岡八幡宮や鎌倉の大仏など、神社、仏閣、自然、庭園の散策に訪れる人で溢れる観光のスポットである。滑川交差点画面手前が国道134号大磯方面、右奥が国道134号横須賀方面、左奥が若宮王子。ありがとうございます。